おはようございます。一ノ瀬はじめです。復活したよ。おかえり。ただいま。それではお茶いただきます。どうぞ。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温26度最低気温21度で曇り時々雨でしょう。現在気温21度曇りです。涼しくなったけど晴れも少なくなったね。そうだね。ちょっと困るんだけど、洗濯外で干したいな。ね、今日の朝ごはんは白米と漬物と唐揚げです。どうかやね。味噌汁が今から出てくるんでね。はい、お願いします。はい、母ちゃんが作ってくれた味噌汁です。はい、美味しそう。ね、じゃあ卵が入ってるよ。あ、本当。今日は多分2個。うん、2個。ああ、そうですね。はい、今日も雨降ってますね。それではね、出勤前に息子の忘れ物、この体操着を小学校に届けてから出勤したいと思います。はい、今日のお昼ご飯はあんごさんに久しぶりにやってきました。はい、あんごさんの特別メニュー、俺の白湯。これなんだっけ、白湯と何混ぜたんだっけ。白湯、白湯と魚介スープのミックスです。いただきます。はい、今日のお仕事終わりました。それではね、今日は家族で外にご飯を食べに行きたいと思います。はい、今日は晩ご飯もあんごさん、なんかね、新メニューが出るということで試食にやってきました。じゃあとりあえず乾杯。乾杯。乾杯。おー、いいね、新メニュー、うんぱいろ。うんぱいちゃん、いただきます。どうぞ。タケフテ試食どうぞ。これでいい。はい、どうぞ。どう、タケ。うん、おいしい。おーし。はい、唐揚げと餃子も食っちゃったね。はい、それでは僕もうんぱいろ。きゅうりと長難しいのか。キュウリがなかなか取りづらい。いただきます。うん、なかなか本家のやつよりちょっと味薄め、辛さも控えめ。これね、今食べるときそのまま食べちゃったけど、こうぐるぐるかき混ぜて下のタレをいっぱいつけると美味しい、素晴らしい。うん、うまい。今回頼め。これね、無添加でこのタレを作って、この味はすごいよ。ちゃん、食ったのめっちゃ早い、すぐなくなった。やばい、飲むように食べた。新メニューの、今まであったスープのね、混ぜ方変えたやつがこれ。こっちなんだっけ。俺のパイタン。いや、俺のじゃなくて、それわかんない。パイタンと醤油。うん、パイタンの醤油の、何、中華スープが混じったバージョン、半分半分半分で、こっち塩。うん、こっち塩、半分半分中華スープ。彩りも綺麗です。はい、さっき食べたやつから、改訂版どう変わったか、いただきます。いただきます。はい、暗号さんで美味しくいただきました。お酒もね、ハイボールめっちゃ飲んだよ。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。めっちゃ暗いね。